ランスとしてデフォルメってイメージっていうよりはその実際の形を見ながらそれを改変していってそれを再構築するっていうことについてはこだわりがあります。もともとはそのまま動物何も変えずに、まあ、そのままリアルに作るっていうことを昔はやってたんですけど、それでずっと作っててなんか限界を感じた時があって、なんかもっと自由でいいんじゃないかっていう、なんか自分の持ってるなんか固執してるこだわりみたいなちょっと捨ててもいいんじゃないかって思った時があって、それでもっと表現飛躍させたいって思ってその現実にこだわらずにもっと自由にいろんなものを組み合わせてってやってみたら、すごくその自分の表現の幅が一気にバッと広がったので、そこでですかね、そのこだわりっていうのが出てきたのは。